Sekarang kita coba buka portal teleport. Ini di mana ya? Oh, di bawah sini kah? Ah, iya, yeah, wah ingat yang bagian bawah di sini berarti. Iya. Yeah. Oh, berarti itu pintu masuknya. Iya, ini yang saya lihat kemarin. Yang pertama kali gua explore ini kayak ada sesuatu di sini. Berarti di sini ya mulainya. Oh, hai. Sally, what Sally? Apa tuh? What? Tunggu, ini apa? Tunggu, babi jamur. Babinya berlumut banget. Oke, kita coba gasin dulu. Oh, kok terbuka sih tiba-tiba? Or leaf sigil. This fresh is like a four petaled flower. I think one such a crest they can use. Travel swiftly. Sometimes you will find monster. Oke, mungkin nanti gua nanti pelajarin.スメールに到着したからには目指すはスメールシティだな。なんとかしてクラクサなりデビに会う方法を探さないと。あそういえばクラクサなりデビについてあまり有用な話は聞けなかったけど、お前から妹さんを奪った神だとは思えないんだよな。でもスメールは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、その知恵の神に会えたら きっと価値のある情報が手に入るよな。うん、berarti ini lanjutannya cara sampai. Oke. よし。じゃあまずはスメールシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。ほら、七天神社のあるあの大きな岩に登ってみようぜ。スメールシティは見えなかったとしても近くに村があるかどうかくらいはわかるんじゃないか。 Or maybe there is a reason she ignored us. Bisa jadi. まあ、そっけない態度だったけど、遠くからあいつについていけば人のいるところにたどり着けるよな。そしたらまた他の人に聞こうぜ。 Oke, udah mulai berarti. Ah. CT. Oh, itu maksudnya. Oke. Oke, sebelum gua gerak ke situ. Jadi kayak spider robot. Keren juga sih itu. Oke, oh baru dikit saya waypointnya kebanyakan ini cok. Waypointnya, iya ini agak banyak banget ya. Oke, itu kayak wow quest deh itu. Saya kurcaci kan. Oke. Persona dan Pro. Oke, kecil juga itu. Essence of Flora. Oh Flora. Oke. Gua ikutin ceritanya tuh. Biar bisa kita kejar itu. Ya itu chest kita biarin aja dulu. Saya tidak sengaja soalnya buka. Ore, asoko no chiisa na taki no tokoro de sugata ga kieta zo. Hayaku itte miyou ze. Oi, kono doukutsu wa村につながる入り口か何かなんじゃないかと思ったけど、違ったみたいだな。あ、見ろ、あそこに座ったぞ。まさかここに住んでたりしないよな。どうする？もう一回あいつに聞いてみるか？ Sure, let's give it another shot. そうだな。せっかく出会った通行人だしな。たとえオイラたちを歓迎してなくても、なんとか話してみて、方向だけでも示してもらえたらいいよな。あれ？なんかすっきりする匂いだぞ。あの航路から出てるやつだな。質素な住まいだけど、こんな香りの中で瞑想できるのって悪くない暮らしかもな。What？おお。お前どうしたんだ？急に顔色が。Something's not right。え？香りでそんなに気分が悪くなったのか？でもオイラは全然平気だけど。I have got to get out of here. I think I'm gonna pass out.Tiba-tiba jatuh dia. Tapi bisa ke efek sama si Aether sih aneh juga sih. Ketimbang Paimon. Biasanya Paimon. Oh. Baru tuh voice. Itu suara apa? Wow. Wow. Gila, wah gue spam dinding gue. Oke, itu agak horor itu suaranya. Apa itu suara pohon ya?でも、こんなに時間が経ったのに。焦らないでくれ。師匠は物知りだから。師匠が大丈夫と言ったら、きっと大丈夫だ。え、オリ。あ、起きたか？あ、よかった。やっと目を覚ましてくれたぜ。Where am I? ここは、お前が気を失ったんで、動転しすぎてここがどこなのか聞き忘れてたぜ。ここはガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩所だったんだけど、今は主に森を守るレンジャーが使ってる。こんにちは。私はコレイ。見習いレンジャーなんだ。今日師匠と見回りをした時、気を失ったお前を見つけてここに連れてきた。Thank you for the help. いやいや、私は何もしてないよ。ところで、具合は大丈夫か？どこか痛いところとかないか？それは師匠が調合してくれた薬草スープだ。お前が気絶してる間にちょっとだけ口の中に入れさせてもらった。あ、そうだ。お前の目が覚めたらもう一回飲んでもらわないとダメだって師匠が言ってた。すぐ取ってくるよ。うわっ！コレイ、どうした？薬草を取りに来たの？言っただろ、触れるなって。後で僕がやるから。ごめんなさい、師匠。アビディアの森食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら別のところ、彼の頭にでも貼って他の人にリマインドしてもらうしかないね。本当に今月だけでもう2回もお腹を壊したんですよ。説教しておかなくちゃ。まあ、もし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだったら、今言ったことは忘れていいよ。けど今度またこういうことがあったらモラを出してもらおうかな。どう？元気になった？これが私の師匠、レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、もう一回説明するね。スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあってね。パラハームって植物のお香を使って心を安定させて瞑想状態に入るんだ。君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。その時、洞窟の中ではそのお香が焚かれていた。そのお香は大半の人には影響がないんだけど、ごく一部の人の精神を刺激してしまう。そして君はその一部の人だった。この説明で伝わるかな？Cuman selected ya berarti. Oke. そっか、よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば自我はちゃんと保っていたのかとか、何かを見たとか。なるほど。これとりあえずパトロール日誌をここに持ってこないよう他の人に伝えてきて。え、どうして？もうしばらく彼らには僕の部屋に泊まってもらう。僕はアミルのところで何とかするよ。ほら早く行ってきて。あ、はい、行ってくる。ちょっと待った、どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば治ると思ってたんだけど、しばらくはガンダルバー村で療養してもらって経過観察をした方がいいと判断したんだ。Why? 経過観察？ But we need to get Sumeru City. Ya, untuk ketemu Kusanali sih. 落ち着いて。君が状況を見極められる人なら、僕の説明を聞いてくれれば事態の深刻さがわかるはずだよ。さっきの君の話によると、お香のせいで君は強烈な幻覚を見てしまったらしい。精神状態も良いとは言えない。それでも深刻と思えないならこれを嗅いでみてよ。わおい、大丈夫か？倒れた時の感覚と似てるだろ。今はちゃんと意識があるかもしれないけど、ここで君を放っておいたらまた突然どこかで意識不明になるかもしれない。それにここには多くの猛獣が潜んでるし、危険なエリアだってある。今回みたいな幸運が続くとは限らない。しばらくは毎日時間通りに薬を飲んで、この匂いを嗅いで不快感を覚えなくなるまでできるだけ単独行動しちゃダメだから。いいね。もうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。はあ、なんてこった。スメイルに着いたばっかりでお前がこんなことになっちゃうなんて。早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちはオイラにもわかるけど、今のお前は確かにまずいぜ。まずは元気になってくれ。っておい、オイラの話を聞いてるのか？オイラ心配してるんだぞ。Tapi it's little weird. Tunggu, gua juga bingung. Kenapa bisa Paimon bisa tahu namanya Kusanali ya? Tuh Dendro Archon. 変？お前の体のことか？ Yeah.My body does feel a little weird, but what I mean is. ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でもあれが幻覚じゃなかったらなんだって言うんだ？ I'm not sure. お前の体質は特殊だからな。その判断を信じるぜ。でもだったらさっきなんでそのことをティナリに言わなかったんだ？今あいつはお前の病状を勘違いしてるってことだけど、お前の体がどんどん悪くなったりしないよな。え、じゃあティナリはお前が見たやつが幻覚じゃないって分かってて、わざとオイラたちをごまかそうとしてたってことか？ Yes, Paimon. Mungkin. なるほど。だからさっきは黙ってたんだな。だったらここで静かに休んで体を回復しながらお前が見たものの真相を解明しようぜ。でも直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。うん。お前、何か案があるのか？ Let's start by having a chat with Collie. おお、コレイはオイラたちに親切だし、いいかもな。明日はまず送信やスメールの風土と気質について聞いてみよう。ああ、まずだぜ。さあ、コレイを探しに行こう。What is this? Tadi gua lihat ada nama di situ.よし、次は右。うん、問題なさそうだね。でも気をつけた方がいい。わかった？うん、わかった。ところで師匠、まだ今日の巡回ルート図をもらってないけど、今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それにあいつらがまたルート上に現れるかもしれないしね。私も神の目を持ってるのに全然役に立ててない。そんなこと言うなよ。それは君が今考えるべきことじゃない。君たち来たの？体の調子はどう？そうそう、ここに残るって決めたからにはオイラたちも役に立ちたいんだ。君たちって暇に耐えられないタイプなの？ま、じゃあ今日はコレイとガンダルバー村の南側を見回りしてきてもらおうかな。もし体力に自信があるなら七天神像の掃除も任せていい？きなりさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。僕たちは先に森に入るから、あとはコレイから聞いて。うん、私に任せて。コレイ、今日は何をするんだ？さっききなりは七天神像の掃除って言ってたよな。レンジャーがそんなことまでするとは思ってなかったぜ。うん、実はレンジャーがやることの範囲って結構広いんだ。道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に旅の人や住民たちの手助けとか。師匠は雨林にある危険なエリアの処理もしてるよ。とりあえず道の街灯を確認しながら七天神像まで行こう。ファイト、旅人、こっちだ。オッケー。私が街灯を確認するから、近くに異常がないかどうか見てくれるか？ Oke, wah nggak ada Dogi di sini. Ya, berarti Dogi ya. What? Ada adventure juga. Nanja kore. この2つの明かりは問題なし。さあ、前に進もう。あ、これちょっとぐらついてるな。メモしておこう。Itu lampu. Wah, aku penasaran anjir, lihat nanti malam hari ya. よし、この明かりも大丈夫。Wah, aku entah kenapa gue suka scan scene-nya ini.Apa nih? Buah baru kan? Harap. Oke. Okay. Shichiten Jinzo wa ano kyodai na iwa no ue da. Omae tachi mo kono michi o totta nara kizuitan janai ka? Chotto takai yo na. Noboru no ga kitsukattara muri shinakute ii yo. Shishou wa kini shinai kara. Shouldn't be a problem.そうか、じゃあ任せる。心臓の周りのスペースは少ないから気をつけて。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を掃除してやれるしな。ところでコレイ、送信ってどんな神なのか知らないか？それってマハールカ・デバータのこと？それともクラクサ・ナリデビ？おえ、マハールカ・デ人の名前なのか？そうだよ。マハール・カデバータはスメールの初代宗神様だ。彼女がウリンを作り、砂漠の防砂壁を置いてくれたおかげで、みんな平和に暮らせるようになった。スメール人にとって彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも彼女は何百年か前の災いで姿を消しちゃったんだ。Oh? Bisa jadi kan kayak aneh. その後、賢者たちが新しい創神様を見つけて、彼女をスメールに迎え入れたんだって師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って、賢者たちは彼女をクラクサナリデビと呼んで、スラサタンナ聖所に住まわせたんだ。うんうん、それで、それからあとはよく知らない。え、お前も知らないのか？もしかしてコレイはスメール人じゃなかったり？ Yes。 いや、私はスメール人なんだけど、オイラたちは赤の他人だし話しにくいのか？もしそうだったら気にしなくていいぞ。いやいや、違うんだ。隠すつもりはないよ。それにお前たちは私にとって赤の他人なんかじゃない。そのお前たちもアンバーのことは知ってるだろ。えそれってまさか。そう、そのアンバーだ。以前モンドにしばらくとどまってたことがあるんだ。その頃私はアンバーにいろいろ助けられて、彼女が私を変えたと言っても過言じゃない。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて正義感が強いんだ。行動力はもちろん思いやりにもあふれていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初にアンバーに出会う。彼女の熱意に触れてあの土地を好きになるんだ。ああ。偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど、お前が本当にアンバーを好きなことは十分感じ取れたぞ。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かって、なんだか親近感が湧いたぜ。でも、なんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ？ああ、実はスメールに帰った後もアンバーとは手紙でやり取りしてきたんだ。手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。でもあの時は旅人が昏睡状態から目覚めたばかりだったから言わないことにした。そうだったのか。ああ、だから安心してくれよ。お前たちのことは絶対信じる。宗神様のことももっと教えてあげたいところなんだけど、長い間スメールにいなかった上、本とかもあんまり読めてなくてごめん。大丈夫だ。さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。何しろオイラたちはマハールカ・デバータやスラサタンナ聖書すら知らなかったからな。少しでも役に立ててよかった。でもどうして宗神様の情報を知りたいんだ？そうだったのか。教えてくれてありがとう。そうかしこまるなよ。オイラたち友達だろ。itu cerita yang sangat singkat untuk mereka。それじゃ上で心臓をきれいにしようぜ。うん、よろしくな。私はそこの雨よけテントを確認しに行くから、終わったらここら辺で落ち合おう。Okay, climb to top. What? Climb? 心臓の掃除は任せたよ。登るのが苦手なんだ。私はテントの確認に行くけど、後でもしよかったらもっと話さない。Aduh, ini entah kenapa gue udah bilang kayak jadi kak sibling gitu ya. Oke, ini keren juga sih. Cici yang 今までよく見てなかったけど、この神様小柄だぞ。これはマハール・カデバータなのか、クラクサナリデビなのか。お前確かにクラは小さなって意味らしいもんな。この心臓の姿はクラクサナリデビの名前にふさわしいぜ。まあいっか。きっとこの辺の情報もそのうち手に入るよな。さあ、心臓をきれいにしようぜ。オイラが飛んで上の方を吹くから、お前は下の方を吹いてくれ。心臓もきれいになったし、降りてコレイと合流しようぜ。いや、ini yang ya itu tempat pintu masuknya sih. Oke. Kita ke sini. Oke. Mapnya agak belum terbiasa sih buat saya. What is this? Oh, ini rumahnya agak unik saya lihat. Jadi juga. Monumennya keren juga ini. Hancur gitu. Oke, itu ada sihir, gua nggak bisa ke sini. Oke, berarti nanti saya coba cek satu persatu. Kita lagi duduk. O tsukare sama. Nobottari oritari taihen datta daro. Mizu to tabemono mo motte kita kara.ここでしばらく休憩しよう。やったー！どんなおいしいものだ？いいじゃないか。コレイはもう知らないやつじゃないんだし、それに食事をする人間の熱意は料理人に対する一番の賞賛だぜ。今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持ってきた。口に合うかどうかはわからないけど。あっ、やばい、落ちちゃったぞ。平気油脂で何重にも包んであるから、中のピタは汚れたりしてないはずだ。はあ、忘れたぜ。これこれって料理の腕がいいんだな。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないとオイラは心が痛むあまり眠れなくなるところだった。それは大げさだろ。でもそんなに気に入ってくれたんなら、今度レシピを書き写してやるよ。コツも書いておくから安心してくれ。すぐ覚えるよ。ありがとな、コレイ。ひひ。お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。でもきなりは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでる時、たまに机の上にあるものを倒しちゃうけど、こいつは絶対にオイラを責めたりしないぞ。要するに誰にだってうっかりすることくらいあるんだ。いや、そうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人だってわかるはずだよ。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって先輩に聞いた。一族の人たちはみんな頭が切れて、ほとんどが人嫌いらしいけど、師匠はとても温かくて親切な人だ。そうだ、氷霊院って聞いたことないか。なんとか派ってやつ。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。それで学院の賢者は何度も手紙を送ってきて、氷霊院で働かないかって師匠を誘ってた。でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。That does sound like something like Dari would say. Ya sih, telinganya gede banget sih sebenarnya. Taro? でもその手紙を読んだ賢者様はきっと怒ったと思う。教令院にだって行けたはずなのに、師匠はレンジャー長を選んだ。毎日森の住民を助けたり、部下たちにいろんな知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらったんだよ。本当か？それは予想外だったぜ。そういえば昨日、気を失ったお前を見つけた後、あいつは何にも疑わずに治療してくれて、ガンダルバー村まで運んでくれたのもティナリだったんだよな。けどやっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。だってあいつは道中オイラをずーっと非難するような目で見てたんだ。What did you do? あ、ごめん。それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンが、どうしようこいつ死ぬのかーってわめき続けてたから、どんなになだめても無駄で、師匠怒っちゃって。おい、お前笑うな。お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれ今に、ムカつく。お前たちの頭を鳥ナスにしてやるぜー。私に触んだ。コレイ、what's the matter？ コレイ、その、ごめん。おいら、そんなつもりじゃ。私は、今、いや、そうじゃない。そうじゃないんだ。コレイ、どうしたんだ？大丈夫？あ、うん、平気だ。もう大丈夫。本当にごめんなさい。びっくりしたよな。そうだ、そろそろいい時間だし、早くガンダルバー村に戻ろう。師匠たちももう帰ってきてるはずだ。今のは何だったんだ？これ大丈夫かな？足が速すぎてもう見えなくなっちゃったぞ。あら、Oke, itu ada rumah Rafael Merchant. Gila, ini jadi tunggangan Anda. Oh, Tabibito-san, kimi tachi mo modotte kitan desu ne. Konbanwa. Korei wo mikake nakatta ka? Korei nara, sakki buya ni modoru no o mimashita yo. Sokka. Dou yara kyou wa muri mitai da na. Mata ashita ni shiyou ze.一晩中考えてみたけど、コレイがどうしてああなったのか、おいらやっぱりわからないぞ。もう気分は良くなったかな。コレイのところへ行ってみようぜ。君たちか。ちょうど探しに行こうとしてた。あれ、ティナリがなんでここにいるんだ。コレイは？コレイの様子を見に来たんだ。簡単に言えば病気になった。病気？まさか。あ、ひょっとして昨日のオイラのせいなのか。心配しなくていい。おちびちゃんがここまで深刻な事態を引き起こすことはできないよ。これはコレイの持病なんだ。まあ実を言えば、確かに君たちが来たこの数日、コレイは興奮しすぎて自分の体の状況に気づかなかったっていうのもあるけどね。無理もない。何しろコレイはもう長いこと友達に会っていなかったんだ。場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。ini nanti mau diceritain tentang masa lalunya Koli sama apa? Tepatnya sama Fatui lah. Fatui lagi. Sa.さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことは、さっきコレイが話してくれた。リーユエと稲妻での正義感ある行動についてもちょっとは知ってる。でも先に言っておくけど、コレイに関することを君たちに教えるのは、君たちの身分や経験とは全く関係ない。理由は一つ、コレイに頼まれたから。正直言うと、コレイの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレイ曰く君たちが友達として誠実に接してくれたから、コレイも同じように君たちに接するべきなんだってさ。ティナリー、コレイは何の病気にかかってるんだ。持病って言ってたけど、まさかずっと前から病気だったのか。そうだ。コレイはまだ小さい頃にマリン病という病を患ってしまった。マリン病？これはスメール特有の疾患でね、患者の体に灰色がかった黒い鱗状組織が現れることからその名が付けられた。最初は皮膚が変化した部分に少ししびれを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指に力が入らなくなり、時には感覚がなくなることもある。そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり、やがては完全に動けなくなってしまう。それ、結構怖くないか？ They will lose all control over their body? また、まさかこの間、コレイがうっかりしたのも原因は。うん、マリン病の影響だよ。だからコレイにはなるべく物を持たせず、自分を傷つけさせないようにしてる。適切な治療方法を取れば、病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけど、マリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレイの母親に、マリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレイをファデュイって組織に引き渡した人物がいた。何？ファデュイだって？ファデュイを知ってるんだね。説明する手間が省けるよ。とにかくコレイを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられてた。だけどファデュイのところで過ごした日々は、彼女にとって決して愉快な思い出じゃなかったんだ。彼女は強い。ずっと楽観的に振る舞ってるけど、未だに人から触れられた時、恐怖を感じてしまうことがある。コレイはずっとたくさんの苦しみに耐えてきたんだな。そうだパイモン、コレイからの伝言がある。昨日君を驚かせたことを謝りたいらしい。それからごめんなさい、ずっと病気のことを黙っててとも言ってたよ。コレイは何にも悪いことしてないじゃないか。謝る必要なんかないんだ。うん、その言葉は次コレイに会う時自分で伝えてよ。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い込んでた。僕の弟子に二度と同じような苦しみを与えないであげて。おう、ティナリ、任せてくれ。 How is Corey condition now? まあひどくはないよ。今回倒れたのはここ数日体力の消耗が激しかったからだ。薬も飲ませたし、ちょっと休めば治ると思う。でもコレイがガンダルバー村に来た当初は確かに今よりずっとマシだった。あの時彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、知識も学びたがってた。だから加わってもらったんだ。でも最近は体力がかなり落ちてきてる。適度な運動はずっと必要だけど、やっぱり長距離の巡回はもうやめておいた方がいい。さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。これから彼女の薬草を取りに行かなくちゃいけないから、話はここまで。Wait, can we come along? 連れて行ってくれ、ティナリ。おいらたちもコレイのために何かしたいんだ。まあいっか。だけど、ウリンは危険だし、旅人も療養中なんだから、道中は僕の指示通りに動いてね。いい？ああ、わかったぜ。じゃあ行こう。取りに行くのはサウマラタハスって植物だ。マリン病患者の体力を回復してくれる。ティナリ、その植物はどこに生えてるんだ？サウマラタハスは雨林に点在してる。ガンダルバー村の近くでもよく見かけるよ。名前からすると水のあるところで探した方が良さそうだな。うん、サウマラタハスは水生植物だからね。水面に浮かぶ大きな青い花みたいで結構目立つんだよ。でも実は花びらみたいに見えてるのは葉っぱとガクで、花はその真ん中にあるすごく小さなやつなんだ。あとスメールの植物は名前だけじゃ判断できないものが多い。例えばカルパラタハスはツル植物だし、スメールローズもバラじゃないんだ。そうなんだな。うっかりしてたぜ。ティナリと植物の話をするのは早計だったよな。サウマラタハスはこの近くに生えてるはず。手分けして探そう。君たちは4つ取ってきてくれたらいいよ。十分な薬草が取れたらこの近くで落ち合おう。これで任務完了だぜ。どれどれ？うん、なかなかいいね。よく選んでくれてる。君たちの豊富な野外探索経験のおかげで時間を節約できた。おかげでついでに他の薬草も取れそうだよ。おーい、ティナリさん。お前を呼んでいるぞ。服装からしてレンジャーみたいだな。うん、知り合いのアミルたちだ。みんな出発したばっかりなのにもう帰ってきたの？行ってみようか。Chronic illness. Stop. Up. Okay. Masaka, ここで会えるとは。ガンダルバー村に帰ってティナリさんを探そうとしていたところだったんだ。何かあったの？ついさっきシーキを見つけたんです。シーキ？君たちのルートは1週間前に徹底して片付けたばかりなのにこんなに早く現れるなんて。具体的な場所は？すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した場所は過酷の狭いエリアをほぼ塞いでたからすぐ戻ってティナリさんを探すことにした。半径は？すまない、そこまではよく見えなかった。今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし、地域はまだ拡張し続けてるみたいだったのであまり近づかなかったんです。うん、その判断は正しい。今すぐ片付けに行くから君たちはこの2人をガンダルバー村まで連れて戻ってあげて。待てよティナリ、なんでいきなりオイラたちを帰らせるんだよ。ああ、スメールに来たばかりじゃこの状況もわからないか。スメールの雨林では今一部エリアに独特な異変が起きてるんだ。そのエリアを地域と呼んでる。地域は植物を枯らすだけじゃなく動物や人の命まで奪う可能性がある。だから神の目がないものは近づいちゃダメだ。そういうことなんだ。この前雨林には危険なエリアが存在すると言ったのも君たちを脅かすためじゃない。神の目を持つ者、つまり元素力を操れる者だけが一定時間地域の侵食に耐えられる。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーはただ地域を見つけ位置を記録してティナリさんのようなプロに任せるのが仕事だ。何しろ地域の内部に足を踏み入れ地域を除去できるのはティナリさんたちだけだからな。I might be able to help with this. でも神の目を持ってないみたいだが。安心しろ。こいつは確かに神の目を持ってないけど元素力を使うことに関してはベテランと言っても過言じゃないぜ。へえ、どうやら君についての噂は本当らしいね。だったらいいだろう、一緒においで。いつもは旅の人がガンダルバー村を離れる時地域を見分ける方法だけを教えるんだけど今日は現地でできそうだ。Oke, saatnya kita cari tahu yang korosif yang itu kayak suatu Layla yang korup, maybe, tapi nggak tahu sih. Oh, nggak lihat apa-apa dong. Stop. Mau susunja dame. Mae o mite. Mae. Oh, asoko rahen ga haiiro de, shokubutsu mo kareteru mitai da. Kuuki ni mo hai no youna mono ga tadayotteru shi. Uu.鳥肌が立ったぞ。それがシーキさん。旅人、僕はこれからシーキの内部に入る。中にはシーキの病変があってそれを破壊できればこのエリアを救えるんだ。ガチャ Let's do this。 ありがとう。でも君はこれを処理したことがないし無理だけはしないで。元素力を持っていたとしても中に入るときっと気持ち悪くなる。もし耐えきれなかったら外に出て休んでて。何しろこれは命に関わるからね。さあ行こう。ada kemungkinan dia ada kena DOT. Ini apa? Summon then throw gun. Take a shot. No. Okay, this is trouble. Gua coba. Nih, momennya agak rusuh sih gua. Tadi kok hilang? Oke, ini agak membingungkan. Ya. Ha. Habis gue. Ah, itu maksudnya. Oke, gua ngerti. Oke, gua mesti ada. Berarti gua mesti ada ini. Coba gua cek akan orang. Oke. Sebete no eda ga shori dekita kara, kore de shiiki no shuyou wo shori dekiru yo. Loh, gua dapat efek dulu. Oke, gua mesti ambil dulu. This is troublesome. Kita tembak lagi. Oke. Kira-kira masih berapa kali ya? Never mind. Rupanya PC doang. Kimi ga tasukete kureta okage de, konna ni mo hayaku koko o seijou ni modosu koto ga dekita yo. Kinari, sou itteru kedo, nan da ka sae nai kao da na.そんなにわかりやすかった？わかった。説明するよ。最近、地域の出現頻度がますます増えてきてさ。さっきみたいに地域を除去しても、間もなくまた新たな地域が現れちゃうんだ。僕の仕事が増えただけならまだ良かったんだけど、地域は雨林のあらゆるところに影響を及ぼしてるんだよね。例えば、さっきはこのエリアを正常に戻したけど、だからといってエリア内の植物がみんな生き返るわけじゃない。実際植物の数がかなり減ってる。この変化は植物に関わる動物たちにも影響を与えるだろう。結果、雨林の生態系が不安定になりつつあるんだ。それに地域の状況が深刻になり始めたことで、コレイのマリン病もどんどんひどくなってきた。なんでそうなるんだよ。具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前、教令員の知り合いから手紙をもらったんだけど、彼によれば多くの患者たちも同じような状況らしい。僕の知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに存在している。それに地域はこの世界の深いところから生まれるんだ。世界樹を知ってる？ I think I have heard it somewhere before. 世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある。生物学的な意味の木じゃないけどね。まあ大きな木が逆さに生えているとでも考えてもらえばいいかな。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り、深くて広大な空洞から地表まで伸びてる。地脈はこの世界の記憶を吸収し続け、世界樹には古代から現代に至る世界のあらゆる情報と知恵が詰まっている。創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。創神の力は世界樹の力の現れとも言える。実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。あ？ You mean Emerald is sick? うん。遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いた。けど、その神秘的な精霊たちも世界樹の治療方法までは知らなかった。僕たちレンジャーはおそらく長い間、地域に立ち向かわないといけないだろうね。さあ、話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。Ya, kalau boleh kayak udah berlangsung lama ya, berarti semenjak oh bisa letak nggak? Oh bisa. Saya punya firasat. Oh rupanya betul. Tapi kalau gua lihat sih kayak emang ada yang itu sih, bisa jadi sih yang dokternya ini lagi sih yang memulai hal yang gak jelas ya dia lagi. Dan bisa jadi kita akan nanti ketemu Guild Master ya, maybe dari sini. Soalnya kan dia si dokter kan emang incarannya mereka ya. Oke, kita lihat. Oh ini kayak desa. Oh itu tempat kepala desanya baby. Oke. Kinari-san, okaeri. Otsukaresama. Kimi tachi ga kono mae mitsuketa shiiki wa mou katatsuketa kara. Anshin shite. ん？それはまずい、ハイパシアだ。いきなり駆け出してどうしたんだ。この迷彩鳥はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ。オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日、ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから、早く助けてくれって書いてあるんだ。ええ、ずっとあそこに座ってたのか。で、それよりなんで3本の線からこんな多くの情報がわかるんだよ。こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや。あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？ええ、オイラたちがか？でもハイパシアのところにはハラハーモがあるだろう。こいつまた気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは。俺、もう大丈夫なのか？本当か？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼は草元素の能力をうまく扱えてただろ？だから大丈夫だって判断した。君たちに世界樹の根についての話をした時、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ？ Oh, jadi itu bukan efek sampingnya. そう。あれは幻覚じゃない。けど、この間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら君が見えるものはスメール、さらに全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は君がスメールに信頼に値するかどうか見極める責任があった。でも君の行動は尊敬に値するものだった。だから僕ももう君には秘密にしておく必要がないと判断したんだ。実はあの時君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど本当に答えてくれるのか？初めてあいつに会った時オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。Oh, jadi itu nggak sengaja itu atasan. Ah.Tunggu, itu dia kakinya satu. Hai, Hai Pasiaへの弁当。これで彼女を助けてあげて。それからこっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば君たちの疑問に全部答えてくれると思うよ。Oh, thank you.いいんだ。こちらこそ、この数日間はいろいろとありがとう。ハイパシアはまだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。Yay. Harusnya gue bisa lebih cepat sih. Naik. Oke.Dan gua nggak sengaja ambil. Ah, oke. Yosh, shipatsu da. Kalau Pasia wa mada doukutsu ni iru nda na. Hayaku aitsu no joukyou wo kakunin shi ni ikou ze. Oke, oke, oke.Sounds like it's coming from inside the cave. Itu apaan? Kok jadi buram? Terus tik.Aduh, ada tanaman kayak gitu.ここにいたのか。あれ、ハイパシアじゃないか。どうなってるんだ？お腹が空いた。水を。けど今の状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。待った、急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ？外に出て確認しよう。Tiba-tiba buka apa? Tunggu, saya di mana? Ore, dokutsu no soto ga doushite konna koto ni natchatte run da? Ittai nani ga okotte, oira tachi wa doko ni irun da? There must be a logical explanation for all this. うん、そうだよな。それじゃ周りを調べてみよう。Okay. Where am I? Lumayan gede banget ini, buset dah. Eh, ada kotak.洞窟の入り口、ちょっと変わってないか？あそこで何か手がかりを見つけられるかもしれないぞ。ini kayak domain mana? Maybe domain. 痛がっちゃいない。せい。はっと。Okay, kita coba dulu. Okay, kita buka. Kota.Ya, saya udah tahu ini bouncy. Cuman apa nih? Saya agak penasaran. Oh, gua dapat sih. Oke, ini ada tempat jalur lain. Wih, oke. Ah, ke situ. Oke, ke situ lagi.Kenapa gue suka suaranya buing buing. Oke, ini ada kotak lagi. Eh, gue di mana sih? Gue bingung. Ya, apa kok? Oke. Sinai kando. Ya, dah.みんなは俺が守れ。はびこれ。おお、さあ、なんで。捕まえた。おい、itu ya aktifnya tuh bagus banget buat si Aether. Boleh, boleh. Itu bom. Ya ampun.Hah? Ini apaan? Oh, gua ke tempat yang sebelah kah? Gua bisa loncat nggak? Nggak bisa. Oke. Oh, berarti ini kayak telepon emang udah dibuat untuk nggak bisa loncat. What is that?Apa nih? Primevalosin on domain. Domain. You will sometimes find primevalosin. Jadi, oke. Collect tree untuk buka pintu itu. Oke. I got it. Apa tuh? Walah. Oke, itu. Ah, kalau air sama dendro ketemu jadi berbentuk. Oh.Wah, kemana naiknya? Kalau gua nggak bisa naik. How I get on? Ini gua nggak bisa lewat lah. Oke, berarti gua salah arah. Gua tenggelam. Really? Ada itu.Siap Oke, itu ada kotak lagi sayangnya. Oh, posisinya paling atas kan? Oh, apa ada kotak lagi ya? Oke, berarti saya juga kurang tahu sih kotaknya di mana. Bawah situ juga bisa. Ya kayak deh. Aku mesti lihat. Oke, ini agak sulit sih. Tuh ngarahinnya ya. Oh, what? Wah, kenapa tiba-tiba ke sini? 周りの景色が突然変わったのか? Kenapa kau tiba-tiba kayak naik rumah? What happened? Ada kotak saya lihat. Oke. What is going on? I'm confused. Ah, ini yang tadi dibalik itu. Wah, lihat ada kotak nggak? Oke. Oke, saatnya saya naik lagi, maybe. Boing. 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 Gua jatuh. Oke, itu nggak bisa dimanja. Tidak. Oh, jadi kayak crash banget nih. Kok jadi? Tapi gue suka sih sama musiknya nih. Sudah tidak heran. Komposernya emang bagus banget setiap kali dia main. Oke, out. Tadi gua dari situ. Oh. Ah. Oke, gua masuk lagi. Tadi Inazuma ya, tadi Inazuma. Oke, tetap. Oke, berarti ada sangkut. Hey, ini tempat familiar buat gua. Hey, ini tempatnya si itu ya. Anjak kok deh. Tuh gua nggak bisa. Oke, gua nggak. Oh, mesti ngapain? Oh, udah ya saya. Apa seperti di sini kah? Wah, oke. Supaya saya tahu konklusinya. Komenasai. Saya kira itu ngebar web bukan. Bayang, saya yang kurang tahu. Oke. Ah, keluar masuk terus sampai tua. Oh. Okay. You again. アビスの使徒だ。おいお前ら、この変な空間で陰謀を企ててるんじゃないだろうな。変な空間、陰謀。そんなことはまだ知る必要はない。アビスに使えよ。剣女万丈。sama sih si let's see. Oke, gua nggak siap untuk dia yang air. Karena gua tahu dia air dan itu agak lama. Oke, dia nggak bisa mati. Interesting. Yap, dia nggak halusinasi berarti.旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか、それとも現実とは向き合いたくないか。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なものだが、もう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。Ya sih, apa gue bingung juga sih kenapa dia dibatasi licot ya. あなたたちはティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい。先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの？あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか？もしかしてあなたもご覧になれるんですの？オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか？それに変な夢を見た？うわ、不思議すぎだろう。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ？私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら私が初めて彼らを見た時、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて、楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです。彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。そうですわね。あ、そうだわ。ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど、すみません。果汁をたくさん飲みましたのに、まだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹すいたしな。話は後にしよう。そうだな、鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ？この2つはオイラたちの得意料理だからな。わあ、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。Itu game sweet madam. Oke, ada nice. What's Lance? もう出来上がったのですか？私、料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。ティナリからの手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界中とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教令院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界中をつなげられるんだ？パラハームの主な原料はマハールッカ・デバータが創造した植物ですから、創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。 I think I understand. さすが世界樹とつながるお方、飲み込みがお早いんですのね。わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ？それは彼の特殊体質によるものでしょう。お香によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと、体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ創神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はあ、それは良かったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おお、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ。学者ですもの。私は教令院名論派のものです。主に星空と市場運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできませんけれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか？ハイパシア、お前はそれが怖くないのか？怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく、虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと創神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに人に夢を見せる力があるなんておかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。そうなのか？ええ。スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば知恵はすなわち理性。けれど夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。Remind me of the dream I saw from the Aranara。そうですの。夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカ・デバータの恵みによって人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して教練院の生徒になり研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなった。けれどあの日、私が驚かせてしまった彼は私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くならこんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか？申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう。今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし今後ここを通りかかるときは私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。私の隣人が見せた夢とはいえ、彼も夢の内容まではコントロールできないようです。夢の最後は確かに少し不気味でしたけど、それはきっとあなたが心の奥底で何かを心配しているからでしょう。心配なさらなくとも現実ではきっと乗り越えられますわ。スメール人である私は夢を見ませんから、こういうことに悩まなくて済みますけれど、最近は自分がこのせいで何かを失っているような気がしますおかしなことですわね。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。スメールの学者たちはパラハームを使って世界樹とつながり、その中から知識を獲得します。危険に満ちた行為ですけれど、そうする価値はあると私たちは思っています。あなたが見たものの正体については私にもまだ分かりませんわ。今の私はまだ世界樹の深いところにはたどり着けませんから、いつか私がサティアワダライフを突破し真の知恵を手に入れることができるように祈っていてくださいな。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。森にいる子供たちはよく精霊のようなものについて話し合っていると聞きますわ。でも私はスメールシティで育ちましたから、そういう話はあまり知らないの。まあ両親のしつけが厳しかったという理由もあるかもしれませんけど、あまり他の子供たちと遊べませんでしたの。おそらく今でも父と母は私に隣人がいてくれることを信じてくれませんわ。あ、そういえば隣人はティナリが来ることを事前に予測できたようでしたわ。木の下で遊んでいたのに急に警戒して逃げ出して、するとほどなくしてティナリが現れたことが何度もありました。今度この件をティナリに聞いてみましょう。もうお戻りになりますか？また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。またこの近くを通りかかるときはどうか会いに来てくださいね。喜んでお話ししますから。Okay, setidaknya kita udah kelar itu. Yang dominnya itu agak rahasia. Okay, research lagi. Oh ya kan dendronya itu di sini dendro khusus itu. Kita balik lagi, mungkin ada terjadi sesuatu lagi. Ya, gue tahu aja ini belum selesai. Saya gue saja belum kebuka ya. Ini emang mesti sesuatu dulu. Tinari, その断り方は肝心な点を避けてると思わないか？地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろう。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界中が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある？気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のような知論派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。ほっほっ、この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前、はあ、もういいよ。行くとしよう。ティナリ、何があったんだ？別に。教練員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ。ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？申し訳ないけどあの方に謁見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう、紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るとき、あるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね。スメールを知恵の都市にした礎だっていう人もいるくらいだ。使い方は教練員の人が教えてくれるから、僕は出しゃばらないでおくよ。よし、それじゃあ準備してスメールシティに出発だ。でもその前に、その通り、ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、よくなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうから、そこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとうティナリー、それじゃあオイラたち行くよ。うん、じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。Say goodbye to Paul. Oh, hindi na mau belanja. Selesai. Ah, 戻ってきたんだな。いや、今は行ってらっしゃいって言うべきかな。コレイ、ここで待っててくれてありがとうな。オイラたち、これからスメールシティに行くんだ。うん。安心して、しっかり体を休めて病気を治してみせるから。それにいつも発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。私はレンジャーだから。これからもみんなと一緒にウリンを守っていくんだ。それとごめんな、最初病気のことを教えられなくて。お前たちには同情されたくなかった。平等な友達でいたかったんだ。でも友達にはやっぱり真心で向き合うのが一番大事だよな。コレイ、謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。昔のことを教えてくれてありがとな。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。うん、ありがとう。あ、そうだ、これをあげるよ。なんだこれ？ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど笑わないでくれよ。うわー、やったー。これでこれからはあの美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃあ見習いレンジャーコレイ、2人の旅が順調であることを祈る。またガンダルバー村に遊びに来てくれよ。私たちレンジャーは最善を尽くしてお前たちを助けるから。全員揃った。Okay, sepertinya masuk ke quest yang coba ini masih X1, jadi punya firasat ini akan lama. Wah, ini aja udah sampai 2 jam. Toshio karena apa biasanya? Kayak gue mesti lanjut. Saya punya firasat ini lama. Ya, nggak apa-apa. 全員揃った。お前たちの旅が順調でスメールシティで宗神様に会えますように。よくなったよ。明日からはパトロールチームに戻る。しばらく師匠と一緒に飼育を片付けるのは難しいと思うけど、他の仕事には最善を尽くすよ。そうだ、もし近いうちにアンバーに会うなら病気のこと黙っておいてくれる？過去のこともマリン病のこともアンバーは知ってるけど、最近病状が深刻になったことはまだ伝えてないんだ。アンバーに心配をかけたくない。もし必要があるときは自分から言うよ。あ、わかったよ。お前たちの旅が順調でスメールシティで宗神様に会えますように。師匠が料理できるっていうのはそんなに不思議なことなのか？師匠の料理の腕はなかなかだよ。まあ味は普通より薄いけど、師匠の舌と鼻は敏感だから香料はほとんど入れないんだ。前回ピタを作るときうっかり調味料を入れすぎちゃったんだけど、師匠はずっとくしゃみしてた。まあ舌足らずな師匠に私も散々叱られたけどな。お前たちの旅が順調でスメールシティで宗神様に会えますように。うん、またちゃんと遊びに来てくれよ。口には出さないけど師匠もきっとお前たちが来るのを楽しみにしてるから。